集め、なんでよ。集め終わったら、やってよ、バナン。はい？一回だけやって、バラバトル。バラバトル？負けたくないじゃん。じゃ、勝ち負けじゃなくて、アイテムを集めるの手伝ってよ。わざと負けろってこと？そういうのやってないんだけど、うちは。なんでそんなピリピリしてんの？いやもうだって前日だから、もう戦闘態勢入ってるよ俺。入ってんの？うん、も無駄な戦いはしないってことね。う。いや、無駄な戦いをしたい。どういうこと？普通普通にバに、トルをす普る通こにと。そう、うん、どれぐらいのものかっていうのをちょっと見たい。ゼロワンこと戦うってことは私に。そう、奈々ちゃんのリスナーさんがどんなもんなのか。やりましょうか、じゃあ。気合入ってるかどう現か。試合で。うん。ちょっと私、あれだけどね、対戦相手じゃないけど。そういう類いのは他でやってもらって、バラバトルとか、好きじゃない。で、予行練習をやっとかなきゃね、強いだっ人。て閲覧すごいし、勝てないし。うん、嫌だよ、そんな。予行練習じゃいいですか？明日のしきちゃんの。11時半ね。11時半。まだ、今やろうよ。11時無限10。くん待たせちゃってんの。じゃあ先行っておいで。集めておいで。先やろうよ。何で？今。何を？そんなんか、先延ばしする理由はわかんない、20い分。や、準備があるんで、いらない。負けれないんで、いいの。やろやだ。う。やる。やだ。やる。押す。やだ。いい。やる。はい。じゃ、先無限行ってきて。なんかやるっていうの。何をするの？バトルでしょ？じゃ、こっちも、11ヶ月やってるプライドがあるから、負けれないか私ら、準備してないもんだってずるいじゃん。そしたら、今。だから時間ずらして準備してよ。私が準備とかわかんない。できないの？そういだうの。から、ぐるちゃもない時し。間ずらして、ちゃんとやろ、決めて。だから私がその方法がないからずるいっしょってハンデになるか何のな。方法がないの？砂を集めるとかできないもんだって、そのぐるちゃ。俺だって別に連絡しないよ。だから今すぐやろうよ。だったら同じ条件じゃん。でも負けたらどうすんの、俺。負けないよ。面目ないじゃん。だから負先けるによ。集めておいでよ、十だから何集め個。る方法がわかんないっだつってからバラんバの。トルでやっておいでよ。無限やってくれるんでしょ？じゃ、先にやろうよ。もう繋げちゃったんだから。また戻ってくるのめんちょっどくとさい俺じゃん。はいいよ、ちゃんとやりたいから。りょうたが来たよ、ほら。仲間に入れてよ。ゼロワン君がね、わけわかんないこと言ってる。準ゼ備ロワすンる。さん、仲間に入れてよ。いや、りょうた、俺ね、バラバトルとかでわざと負けるバトルしたくないんだよ。奈々ちゃんとガチでやりたかったってことうん、か。普通に力試しで様子見たかったの。で、時間決めてやろうって言ったら、だだこねるの、この人。どう思う？で、奈々ちゃんがだだこねるってことですどっか。ちがめんど悪くさい？いの、20分後とか。今すぐやろうって言ったらバラじゃなくてね。今すぐはちょっと、俺も準備があ今るかのら。この状況が整ってない時点もガチじゃん。やっぱ、負けれないじゃん。フラットキャスから来た人に負けたくないじゃん、こっちゼロワン君が負けるわけないっていういのや、本負け当。る可能性あるよ。いや、ゼロ強ワンいじゃん。さんに自信持ちましょうよ。そこはゼロワンさんが強いっすよ、さすがに。そうだよ。俺も思うけど、時間そ決こめては。やりたいよ。時間嫌決めになってるな。6500人いたよ、普通に。6500人。じゃあ、4コラしますか。4コラ嫌だよ。4コラ2個、4コラ4ね。コラ嫌だ無理よ。で4コラしません？嫌だね。無理いいじゃん、俺そんな。は、ないゼロワンタイさんマーしよ、かそやんりな。たくじゃあ、ない。俺が抜ける。じゃあ、ゼロワンさん、俺が抜ける。ごめんなさい、俺が。だって、リスナーさん、急にフラッと来たさ、外部の人に負けれないって。ねえ、どんだけ俺こっちにね、力入れてるの？違う？これ一応俺もプライドありますよ。そうでしょ？フラッとやれないよ、やっぱり。フワッチとかツイキャスのやつに負けれないよ。こっちはね。うん。ちゃんと時間決めてやりたいんだよ。だから、アイテム集めとかは他でやって。俺やってない、そういうの。うん。任痛しとくけ。ない。ゼロは俺に任しとけ。だから、そうやって無限にいいとこね。無限がすごいってやりたくないんだよ。てめえは、もうめんどてめえは明日あるんだから休んどけ。ほら。な？TikTok めんどくさい。めんどくさくないよ、ななちゃん。い大や丈夫もうだあのよ。ね、もうやるときやだろ。から、無限と、まず、
アイテム集めるんだよね。誰？奈々ちゃん？奈々ちゃん？で、奈ムゲ々ちゃだん、け。集まったんだって。もういいの？ 6 個で。まだ多分集まってないこれよ。から集めるけどね。集めるんでしょ？だから俺で、は、多分奈々ちゃんのリスナーさん、そのツイキャスから来てる人が多いから、バトルの仕方とかも分からへんから、多分それもね、ちゃんと説明してあげへんと、多分無理ちゃうかなと思っあ、て。そう。だから、ちょっと本当のバトルをさ、見せたいよね、ああ、4いい人よ。に。だから、本当のバトルで、経験積まないと、確かに。俺、そうやって自分が負けて、ここはこうだよとかやりたくねえから、そういう確かに。教えじゃあ、方したく勝ちねえに行くから。ぞ。じゃあ、だ勝ちに行くぞ。から、俺ね、2人で対マンで真剣勝負やりたいって言ってるの。あ、それながるほどね。わかあ、んないんだ二よ。人でやりたいんだ。そう、そう、普通本当にやりにたいって、そう。ガチでやりたいって言ってるのじゃあに、いいじゃん、奈々ちゃん。じゃあ二人で今すぐやろうよ。もう、だってもう、だから、じゃあ、15分20分ね。時間無駄だって、あえて待時って間の無駄じゃなくんだ。て、リスナーにちゃんと指示したりし、一人で来いよ。邪魔などすらしてんだよ、邪魔もうなんかさ、を。やるかやらんかわからんし、いじけって抜けるしさ、ゼロワンさ、仲ほいいんまに。20分に一人で来いや。仲いいね、君このた野ち。郎。だから本当に。一人で来いよ、20分から。だったらやってやるよ。厳しさ教えるぞ。俺もう本当に負けず嫌いだから。藤沢さんにはそれ配信負けてるけど、TikTok のバトルは負けたくないんだよ。俺は。負けたくないの。負けれないの。わかる？みんな。負けれないよ。あんなノリでね、フラッてやって、負けれないの、俺は。一人で来いよ。やってやるよ。ゼロレス転向。なあなあじゃないんだよ。遊びじゃねえんだよ。こっちは本気でやってるの。ぶっ倒してやるよ。真剣にやってバトルを教えたい。なあなあで教えない俺は。来いよ。スピチャレ誰か担当する？スピチャレ。さゆ、ありがとう。スピチャレ担当する人。これも決めとこ。で、タップで勝てないから、もう初めからガンガンいって、セル。じゃあ、ゆう任した、タップ。ゆうに拍手して。タップカンストから、ユウがクリアしてから、そっから全力ね。いい？明日もあるから行って。全員でね。だから、閲覧に対していけるリスナーの率は高いはず、こっちの方が。うちの枠も他と比べると低いけど、まあそこで勝負しよう。いい。倒す。管理人さん、ちょっと通知して。ツイキャスの女王か知らないけど、俺には勝てないよ。もうこれ負けたらもう、俺は多分拗ねちゃう。さすがに。行くぞ。20分。
何してるの？楽しくお話ですか？そんなんじゃ勝てないぞ、式に。ガチでやらないと。だって今藤沢奈良に必要なのって経験だから。うん。でこの経験って説明よりもやるしかないんだよ。うん。で温存は弱くなる。一番足りないのって経験だから、ガチでやった方がいい。ガチで。ねえ、キャベツさん、そう思わないですか？その講座とかするよりもバトル重ねた方がいいって。うん、重ねた方が、それでもう体で覚えた方が絶対にいい。間違いなく。だって説明なんてわかるでしょ。スピチャレクリアしてスピチャレで行けば倍になる。もうあとは実践のみ。うん。やらないとわかんないから。初めて見たあなたのこと。いらっしゃい。まだ？まだですか？ひよってるの？いかに閲覧が無意味か教えてやろうぜ。数の暴力で何ともならない世界をね。来いよ早く。落ち武者を切るぞ。来いよ。話してまだな。もうなり合いじゃねえんだよバトルは。やるわ。やるかやられるか。俺はプリンス荒野に13敗したの。毎日わかんない中それで強くなったの。やるしかねえんだよバトルは。その中で覚えるしかねえんだよ。かっこよくなった？応援してね。今なら言える。 TikTok 代表としてツイキャスの女王を俺が倒す。 TikTok リスナーさんいる？厳しさ教えよ。舐めてるから。落ち着いて。うん。TikTok の厳しさを教えるよ。うん。トイレ中。緊張してる？ひよってる？ブルってる？応援する？うん。リスナーさん。タップと満月行こう。行ける人はね。余裕ある人。お金持ちはタップと満月ね。うん。マジかっこいい。地に点々。ギャル用具やめて。時代は令和。古い。いつまでもギャル気分やめて。アムラーじゃないから。ね。月50個。グローブ50個も意味ない。15個でいい。本気と書いてマジ。マジマンジ。咲かせてみましょう。ゼロリスの花。アンチはうんち。養分となって、俺が大輪の花を咲かせる。勝利で価値をつけよう。いいか。ぶちかましてやって。
無限さんに3回勝ちましたよ。はい。ということで、無限を本気にさせたのは俺と言っても過言じゃないでしょう。世界戦で3連勝したんでね。ってことは、ここでしっかり勝って藤沢奈々を本気にさせなきゃいけないんだよ。なんとなくグローブ集めて、なんとなく勝てると思う？甘いね。の暴力してくるから、スペシャルクリアして全力な、全力でいかないと勝てないよ。よしよし、追いついちゃえ、追いついちゃえ。追いついちゃえ、追いついちゃえ。みんなで行こう。みんな強いギフト言ってな。強いギフト。リリアンのナイス。いいよ。チロ。チロナイス、チロナイス。つなうに。そう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 。熱量な、熱量。マロン。マロンナイスよ。そうそう、一人一発いっちゃって。そっからスピチャレ準備な。夜ナイス。夜ナイスよ。ノーリー。いやー、すざまじいタップだわ、向こう。ココハ。ビビナイスよ。よし、備えてな。ビビナイス。車の。来たよ、スピチャレ。これ、ゆゆが担当するからね。3倍な、みんな。3倍全力だぞ、3倍。なのナイス。よーし、ゆゆが行く。ゆゆが。みんな、スピチャレに備えて。ゆゆが一人行く。そう。よーし、息整えて。息整えてな。タカピ来るぞ。ゴール50秒いったれや。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。ひよるなよ。チロ、チロナイス。キャラメル意地見せるぞ。ゼロレス、こっから強く、まくるぞ、まくるぞ、まくるぞ。アイナイス、アイナイス。アイナイス、アイナイス、アイナイス。こっから行こう、こっから行こう、こっから行こう。他人ちゃん。こっからよ。こっから差し込みよ。差し込み強く。いける、いける。来る。10秒 !10 秒行ってくれ。かな。ここ行って3倍。3倍行ってくれ。3倍行ってくれ。3倍行ってくれ、3倍行ってくれ。そうだ、ナイス、ゆゆけい。差し込み準備するよ、差し込み準備するよ。リリーターン、ナイス。リリー、差し込み準備ね。余裕ある人満月一発いって。兄ちゃんナイス。差し込み 10秒からな、みんな。差し込み10秒からな。ミーはナイス、ミーはナイス、ミーはナイス。ミーはナイス。今いる人全員で行かないと勝てない。7ナイス。いや、ちょっと震えるわ。猫。猫ナイス。みんなもう一回準備して。ようこナイスよ、ようこナイスよ。マジか。お花ナイス、お花ナイス。10秒な、10秒な。ホワイトチョコナイスよ。みんなもう一発いくよ、もう一発いくよ。ユナ。どんなギフトでもいいから一発いってみんな。いけるギフト。キミマロナイス。左右ナイス、左右ナイス。グローブ来てる、グローブ使って誰か。グローブ来てる、グローブ来てる。ミツキナイス、対応して。グローブ対応、グローブ対応、グローブ対応して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 、グローブ使って、グローブ使って、10秒、10秒な。よーし、行こう、ラスト。ここ勝負、刺しまくって、いける、アイナイス。ラスト、ラストマクロ、ラストマクロ、ラスト、ラストいける、ラストいける、グローブ刺して、ラストいける、ラストいける、ラストいける、ラストいって。
リリタンナイス。いやーリリタン、いや欲しいわ。みーちゃんナイス。えみちゃんちゃん、みーにゃちゃん、たおちゃん、にんた、ゆゆ、まずナンバーワンゆゆね、ゆゆで、ナンバーツーリリーよく来た。リリーちゃん。そしてケイちゃんとね、大きな拍手して。大きな拍手。で、ミーちゃん、アイちゃん、キャラメル、カナ。まで10系超え。ナナ、オハナ。いや、よく午前中戦ったわ。素晴らしい。1000コイン以上。36人。どうも、藤沢さん。素晴らしいっす。ゼロワンくんさ、準備してきたの本当に。まあ、準備というか。結構待ったけど。まあ、いや、強かったです。参りました。で、まあ、上からなんですけど、やっぱり、藤沢ニスラーさん、すごいです。もう、伝わりました。できたかな、今のね、雰囲気、よかった。今、もう今ぐらいのやっぱ雰囲気なんで、で、スピチャでもぐっと伸びてくるかもしれないから、うん、今のも経験してもらって、強く生きる人は逆に後半行くとか。あー、なるほどね。うん、でグローブがやっぱ素晴らしかった。あのグローブを温存するんじゃなくて、うん、こう一戦でやっぱ勝ちに来るっていうのが良かったっす。ゼロワンコは今グローブ使ってないですね。いや、まあラスト15秒で使った。15秒で使あ、うん、その15秒ってのもありなんだね。うん、いやー、これはね強い。あ、よかったな。強い。よかった、団結できた。さすがうちのアンバサダー。もうね、結構出来上がってる。出来上がってる？うん。だこの、こういうバトルも大事っていうことをやっぱ伝えたかった。うん、やっぱ多分ね、緊張感あったと思う。うん。うん。で、どっちが勝つかっていう、ね、多分、これもまあ一つの経験として、うん。まあ、あとはね、まあそんなにがっつりやらず、で、まだ60万スコアぐらいなので、まあ、今の60万スコアいっちゃったの？うん。でも、明日は100万スコアぐらい多分来ると思うんで、多分、温存してるリスナーさんが出れば、いけると思う。これ使っちゃったんじゃない？みんな。うん。いや、それは多分ないと思う。1万スコアとか、まあ、もう、それ、うん、大丈夫か？みんな温存してんね。いや、素晴らしい。強い。ありがとうございます。しっかり強かった。ゼロワークね、私ね、心臓ね、うん、心臓痛くなっちゃった。興奮しすぎで。あれ、ゼロワンさん、ごめんぞ。負けたらしいですか？いや、これはね、自信も出せなきゃいけないんで、やっぱり。そういうあれだったの？いや、結構ガチで、僕のところに、ゼロワンさんの枠めっちゃ士気上がってますみたいな、めっちゃやる気です。で来てて、で途中なんか中継者みたいなのがやばい、ゼロワン負けるかも。俺も来てました。で来てて、はい、だって来てました。はい、強いんだもん。なんか強いわ。強いだって、やっぱ強い。10秒でタップ5000とか言ってたこの人。バケモンや。奈々ちゃん、はい、うん、この TikTok にはまあ、奈々ちゃんも知ってる4校っていうのがいて、はい、その下に俺とゼロワンがいるんですよ。どう、いや、はい、いや、どこなんかな、今強くない2人で、その下にリョータとか、6人衆がいるんですよ。うん、じゃあ、七部会って呼ばれてる7人がいるんですよ。まあ、まず、ね、まずね。だから、今、ナナちゃんはゼロワンに勝ったってことは、4校クラスってことなんですよ。だから、ビッグマムなんですよ、あなたは今。まあ、本当よね。うん。確かに。ですよ。もう、目覚めたら、もう、すごい。はい、ゼロワンコ坊主じゃない？これなんでやねん。調子乗んなよ。はい、すいません。調子乗るんじゃねえよ。なんだろう、その言い方。何？なんだろう。さあ、皆さん、この TikTok にビッグマムが降臨しましたよ。いや、ほんと、ナナちゃんやっぱすごい。しかも、ナナちゃん、閲覧今9200人やから。いや、やば。やばくない？モンスターやん、もう。数の暴力。もうツイキャス帰ってくれ！やばい、マジやばい。もうツイキャスに帰ってくれ、もう。ガチでやばい。9200人今。
こっちにグローブ2個をゲットできた。うん、おかしい。あ、じゃあ、グローブ集めのカモだったってこと？ゼロワンは。うん。参りました。でも、これを経験にしてほしいの。まあまあね。うん。うん、でも、面白いでしょ？奈々ちゃん、バトル。今ね、心臓ね、ドキドキした。そうでしょ？その、なんか、ハイスコアのバトルになると、なんか、あの、前言うたら、海物語のあの、フラッシュがさ、なったみたいな感じぐらい気持ちよない？そう、出るよ。出るよ。脳汁がやばい。うん。だから俺は狛江に寄ったよ、うん。あの、5分間のバトルでゴッと3回引いたぐらいの脳汁出るよって。今まだ手震えてる。そうそうそう。そうなんよ。そうなんよ。ゼロワン君のバトルだ。ほんとは手震えてるね。いや、震えるんよ、これマジで。リスナーさんもそうだからね。あの、ちなみに奈々ちゃん、奈々ちゃん、すいません。グローブ2個じゃないです、あなた。え？ハンマー2個です。ゼロワン君使えない。ふざけんなよ、この野郎。こっちのリスナーが、高額ギフトでね、すごいお金使って今経験をね、してもらったんだよ。あ、すいません。うん。してもらってね。うん。ちなみにあの、ハンマーっていうのは何の意味もないアイテムなんで。ないっすね、ないっすね。あ、だから、一番いいのは、ナナちゃん。明日のバトルでしきちゃんに買ったら、ハンマーを出しまくって、あの、後継者を呼んでる時に相手を叩きまくるっていうのが、一番最大限のハンマーの煽り方なんで。まあ、そういう使い方もある、ね。そうそうそう、ハンマーっていうのは煽りで使うもんだから。確かに。なるほど。負けてんのにさ、ハンマーで叩いて叩いてされたら嫌な気持ちになるやん。うん。いや、無駄じゃないってことね、ハンマーもらって。そう。ナナちゃん、煽られてもお尻蹴ったりダメだからね、絶対そこ我慢してね。喧嘩売られても。そうだよ。それは絶対ダメよ、ほんとリアルファイトは。キックしちゃダメよ。キックの、ね、ダメった方がいい。リアルファイトとか絶対ダメだから。ダメだからね、あなた。しきちゃんの方がやってきそうじゃない？でも、それでも、我慢してね。そうだよ、あなた。キックしちゃダメだよ。うん。あの、首とか持っちゃダメだよ、絶対。首とか。ね？髪の毛引っ張り合いは。だからダメだって。みんな直せる。本当に。ね、キックもしちゃいけないし、首も持っちゃいけないよ。自分より身長のめっちゃちっちゃいやついたいし、首とか持っちゃいけないからね。ここで戦うの、ここで戦う。そうそう、バトルでは分からせないといけないよ。で、あの、これさ、なんか、アイテムって遅れてくるの、これ。え？あ、そう、あの、さっきのバトルで飛んでたアイテムって高額から表示されていくの、どん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 。そうそう。だから、1コインの人たちは、が数が多いから、やっぱりまだ流れたりとかあるよ。まだ飛んでるってこと？まだに流れてるのさっきのバトルのやつ。そうそうそう。だから、熱いバトルしたら、終わって2、30分ぐらい流れてる時とかもある。あるある、全然ある、全然ある。いや、すごいわ。無限か、そのさ、最後の、この間のバトルの時、ユニバどんくらい流れてた最後、ラスト。あの一戦で飛んだユニバの数が、834個だったよ。は？100？ 5分間で飛んだユニバの数が834個やったから。何分流れて終わりた、終わった後ずっと。あの、両タッチョさ、はいはい、なんか、そういうなんか、質問しなくていいじゃん。いや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 マウント2期するやん。違う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 、聞きたかっただけなんですよ、その流れ。いや、ちょ、話の流れじゃないですか。いや、終わって10分ぐらい待ってたんだけど終わんないから、もう一回切った。ゼロワンさん、ゼロワンさん。すごいなぁ。受け入れよ。俺、これ現実やから受け入れよ。無限個新記録作ったんじゃなかった？そう、日本歴代記録作ったんだよ。いや、ほんとすごい、あれは。で、3倍やったら1億万スコア。そうさ、3倍やったら1億1000万もいく計算やった。ゼロワンさん受け入れよ。受け入れよ。ゼロワンさん受け入れて、この話。これが現実やから。ゼロワン、ちゃんと VTR 撮っといたから、後でちゃんと見といて。ありがとう。楽しみにしといて。ありがとう。なんか質問が来てるんですけど、はいはい、グローブ中はバラはダメなんだ。ダメ。なんでか、これね、なんでかって説明させてもらうと、グローブっていうのは、投げられたアイテムがランダムで5倍になるんですよ。うん、そしたら、みんな、1コインのバラに5倍が刺さっちゃうと5ポイントにしかなんない。でも、1000コインのアイテムに5倍が刺さると5000ポイントになる。なんなら、1万コインの、アイテムに5倍が刺さるとユニバより高くなるんですよ。それを考えたときに少しでも刺さる確率を上げるためにグローブ中は例えば1000コイン以上とか3000コイン以上とか、うん、その高額を投げる人たちを立てるためにそういう条件をねある程度つけてるんですよ。うん、これ聞いた方がいいと思う。はい、多分奈々ちゃんリスナーさん特に聞いた方がいい。やっぱりその高額をね投げる人ってやっぱりその分お金を使ってる人たちなんで、その人たちが少しでも報われたらいいなっていう気持ちでやってるんで。
そこはね、ちょっとみんながご了承いただかないと、そのね、みんなもちろん投げたい、応援したい、1コインしか投げれないけど応援したいっていう気持ちもすごいわかるんだけど、そういう人たちはスピードチャレンジがね、終わった後にコツコツ舞台って呼ばれる人たちの出番があるんですよ。だから、そう、バトルっていうのは大まかに分けて3つに分かれるんですよ。まずは最初仮面タップ。で、スピードチャレンジが始まったら、高額ギフターさんが行ってくれる。で、スピードチャレンジが終わったら、1000コイン以下のコツコツ舞台の人たちがスコアを盛り上げてくれる。で、最後の差し込み。メモしてる。じゃ、何そう。真面目か。だからみんなね、スピードチャレンジで投げれなくても、その後のね、重役があるんで、そこでね、出てきてくれた方が、すごいね、ありがたいというか。確かに。分かりやすいよ、めっちゃ。うん、マジ分かりやすい。うん。まあ、中にはね、そのグローブはランダムだから、そのバラ投げても関係ないだろって言ってる人もいるんですけど、これね、うん、僕結構ね、関係あると思ってて。あるやろ、うん、うん。なんかね、バラによく刺さるというか、うん、ギフトの値段が下がれば下がるほどそっちによく刺さる気がするんですよ。1万人を制御なんかできない、勝手に投げるよ、奈々ちゃんにさ。うん。まあ確かにね。だから、それはある。もう奈々ちゃんの場合、開き直って、もう好きなギフト投げろっていうのもありかもね。まあ確かにね、うん。うちは最近もグローブ中だろうが、結構もう1コインから投げろって言ってる。あ、でも制御できないもん。いやでもなんか無限の枠ってまとまってない今。いやでもやっぱりあるよ、うん、そのチームブレスレット投げてくれてる子とかもやっぱいるし、あ、だからもうこれ無理だなと思って、うん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 、だからもう何のゲームでもいいからみんな投げてくれっていうようにしてる。まあそれがいいかもね、奈々ちゃんも、ね、うん、なんかもうシンプルにいった方が多分いいんじゃない。で、あと、うん、例えばユニバを2発投げれる人、うん、奈々ちゃんのリスナーさんで、うん、TikTok ユニバースね、4万5000コインのユニバーを2発投げれる人はどっちかって言ったらライオン3発の方がいいっす。ああ、まあ確かに。これなんでかっていうと、グローブの確率をちょっとでも上げるためにユニバー2発で刺さるより3発いった方が刺さる確率っていうのは必然的に天文学的数字は変わるわけやん。うん、なんでなんで、その理論値で2個投げるより3個投げた方が30% を引きやすいっていう。ああ、パチンコと一緒だ。はい。交換数が増えると。だから、俺、イベントの最終日に、アスカキララちゃんとのバトルで、うん。2900万対3000万で負けたんだよ。スコア。うん。その時、こっちユニバ連打だったの。ああ。でも、向こうは噂のうどんちゃんがライオン連打だったんだよ。うまいね、やっぱあの人は。それで俺負けたんだよ。ああ。でもさ、ユニバ連打も刺さる時もあるんでしょ。でもやっぱり金額的に、例えばユニバ10発投げるんやったらライオン15発投げれるから、うん、ああ、まあ確かに。そうしたら確率の問題で言うとライオンの方が刺さるんだよ。連打だからまあ一緒だよ、ね、そうなるほどね。マッチの倍率とかと一緒だよ、アイテム性の。そう、だから、奈々ちゃんのリスナーさんで、ね、明日ちょっと頑張ってみようかな、ボーナス出たから、奮発してみようかなって、うん、ユニマ2発いってみようかなって思う人は、ライオン3発の方がいい。うん。うん。確かに。これ聞いといてね、全員ポイントね、ここ大事なポイントね。勝たせるんだったらね。ハヤブサは、刺さったらユニマ1発分にしかならんけど、うん、ライオンがいいんだね。ライオンが多分ね、一番ね、コスパがいいという、コスパ良くはないんだけど。良くはないけど、まあ、刺さると確率とか考えたらね。ゼロマンさん分かってます？話。ちなみに、PK で無限に3連勝した時は、こっちはハヤブサ作戦やりました。まあ、それ言ってました、本人も。それで負けたって言いました。うん、で本人言ってました、それも。はい。それを教えようと思ったけど、無限が全部教えて、俺はもう何も教えることありません。無限さん、よろしくお願いします。やめて、トラウマや、思い出したら苦しくなる。みんな今日から配信また休むな。何も言うことありません。ありがとうございます。無限さんアンバサダーなってくださいよ。なんで無限さんがなればいいんだよ。いやいや、奈々ちゃんのアンバサダーやっぱ一番いいよ。はい、確かに、うん、確かに。で、みんなね、1万コインいける人はできたらね、あと1000コインだけ出してハヤブサの方が結構ね、刺さりやすかったりするから、うん、で、みんなグローブ中は自分が投げれるギフトの1個ランク下を投げることを意識してほしいかも。どういうことですか？あー、そうだね、うん、だからユニバーでも2発以上の話だ、これは。2発以上
高額ギフトいける人は、自分が投げれるワンランクした、ユニバ2発投げれるやったらライオン2発。ああ、なるほどね。そういうことだ。とか、まあ、例えば2万コインのロケットを投げるんやったら、ハヤブサを2発とか。予算に合わせて、ね。そう、予算に合わせて。確かに。で、奈々ちゃんがしないといけないのは、うん、今日、今から、明日のバトルで何を投げれるかっていう、例えば、ハヤブサ100人集めるとか。ハヤブサ100人それって何ポイントとか。そういうのを10個取っていった方がいいかも。で、奈々ちゃんノートに名前を書いていってあげるとか。あ、そう、うん。ハヤブサ100人だと、あの、ね、あの、100万コインなんで、うん、200万円ぐらいですね。うん。うん、で、まあ、グローブの支えとか考えたら600万スコアぐらい出るかな。スピチャレありやったら。うん、でも奈々ちゃん、テンコ取った方がいいよ、絶対。テンコって、奈々ちゃん結構大事で、なんとなくバトルするんじゃなくて、やっぱりその、うん、バトルに対しての作戦だったりとか、うん、そういうのをきっちりとやった方が、リスナーさんも分かりやすいし、士気が上がるから。ああ、そうです、うん、みたいな感じね。明日何時からだっけ、奈々ちゃん。え？明日何時からだっけ、7時。ね、バトルの時間は決まってるのかな。でも移動とかがあるんでしょ、明日。まあ、8時過ぎぐらいです、藤沢さんは。で、会場入りが何時からなの？会場入りは7時から始まるので、15時から入れます。15時からね。で、まあ、他のスタッフは16時から入って、演者さんは15時から入れます。だから、奈々ちゃんは、まあ、今日と明日で、とりあえず、はやぶさ100人か、ライオン 100と。めちゃくちゃこの人。を集めれたら、明日負けることはない。豚3000人だったら集めれるけどね、すごいね。で、奈々ちゃん、しきちゃん側にもしスーパーナイスが投げたら、俺、奈々ちゃん側で重くそ投げるから。あー、うん。なんか、2M 投げるって言っとったらしいから、だったらこっち 5M 投げたるから。ライバーが投げる。いや、俺もともと投げんとこ、明日見とこうと思ったんやけど、なんかそれで、うん、奈々ちゃんが坊主にされるのがすごい納得いかんというか、ナイスが投げて、シキちゃんが勝って、奈々ちゃんが坊主にさせられるぐらいやったら、俺は全力で潰しに行く。でもルール的にはいいんだもんね、ゼロマン君ね、それはね。まあ、だから、もう、デスバトルだから、確かに。何でもあり、別に投げ師さんだろうが、配信者だろうが、って言う方が、なんか、面白いからね。TikTok の文化的になぜか叩かれるんだけど、俺はそれぶっ壊したいんだよ。いや、いいと思うよ。何でもいいやん、うん、別に。確かに。まあ、だから奈々ちゃん、しきちゃん側にバグ投げする配信者おったら、そいつ俺が潰すから全力で。怖いな、怖いな、すごいな。俺と札束の殴り合いしようぜって言っといて。あ、まあ、多分今勝てないですね。いや、ロングがついてるぐらいにいっちゃっていいですか。あ、いいよいいよ、全然。うん。奈々ちゃんからしたら多分思っとるかもしれない。向こう配信者投げろって。ロングが。いや、それはそうなるよ、だって。ないかもしんないね、あっちね。抑止力になるかもしんない。うん。いや、なるやろ、絶対。これ発言しとくと多分ほとんどの人見ようから、多分。いや、俺は自白でも言うたら、もともと投げるつもりないんやけどって、なんか、ハトが来て、ナイスがしきちゃんに 2M 投げるって言ってますって言うから、うん、だったら俺、ナノちゃん側に 5M 行くから、ナイスに 5M 用意しとけって言っといて、つって。まあ、仲間思いだからね、マジで。無限さんは。無限はすごい。5M って何そんな。5M1000 万ぐらい。1000万、1000万。1000万だよ。変わったわ。1000万。楽勝。1000万ぐらい楽勝。楽勝ではないけど、なんかそれで奈々ちゃんが負けて、坊主になるのが結構気に入らんというか。確かに。髪を守りたい。お前400万ぐらいでドヤ顔すんな！かかってこい！うわな？こういいっすね。出ない人でもこうバチバチと。ありがとうございます。ただ、まあ奈々ちゃん側に、その前から爆投げする配信者がおらんかったら俺も出ないし。そうだね、そう、まあ、状況を見てそれは決める、うん、ありがとうね、確かに確かに、まあ、リスナーさん人徳だね、同士とか、まあ、空気壊さんぐらいのね、配信者投げは別にいいと思うんやけど、例えば一人が 2M とか投げるんやったら俺は全力で叩きに行くし、うん、うん、奈々ちゃん、はい、チャリン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 どうせどうせ明日のツイキャスでまた言うんでしょ、ねえねえ昨日ゼロマン君とバトルしたじゃないって、
いくら入ってて、言うんでしょ、まだ。ねえ。今ね、新しい電動自転車買おうかなとか思ってた。10台買えるよ、ナナちゃん。TikTok すごいのよ。昨日ゼロワン君とバトルしてたなーって。後で見たら、50万円入ったら、ドゥーフフ私、TikTok 行こうかしらーって多分言おうぞ。かわいい、かわいい。明日、朝のツイキャス、これ間違いなく。いや、絶対言うね。絶対やるね。間違いなく。1万5000人の前でやる、絶対。あ、絶対言うよ。そしたらまた、コメントで、じゃあ、ツイキャスやめろよとか、じゃあもう TikTok 行けばとか。うん、だから、青ちゃんいじけできれば多分。もうじゃあ、私、TikTok 行くわって絶対言いますから。だいだいだいじゃあ、ツイキャスはツイ、いや、おとと言ってたの見てたよ、俺も。でも、18万円稼いでる、ドゥーちゃんとこんなに応援来てくれてるが優しい、やっぱ。言うてもね。うん。いや、そうよね。もう安心しました。うん、大丈夫、バッチリ。すごい、やっぱ。あ、うん、会えてますね、頑張ります。あ、明日のバトルはどこで見れますか、アメバ TV で見れます。あ、すいません、19時から、一応僕の配信で見れますんで。うん、はい。でした。よろしくお願いします。アメバ TV じゃなかったです。すいません。はい。うん。ゼロワンさんの会心やね。全部。はい。OK です。いやー、面白いやろな、絶対。ゼロワンさんがさ、バトルの時は自爆でやるってことですね。そう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 。はい、そうです。で、自爆つけながら入場で、一応、うん、MC で、配信つけてるか確認しながら、ちゃんと、時間作りますから、つけてすぐ入場とかじゃなくて、やっぱ10分ぐらいはちゃんと温めるように、ちゃんとうまくやりますから。はい。で、奈々ちゃんは今日とりあえず、ハヤブサ100匹集まるまでは配信やめれません。今から。なんで勝ちたいんだろで、豚3000匹は集められるよ。豚の牛とねえだろ。豚って何なの豚の牛とねえだろ。ないから、そんなの。甘えてんじゃねえよ、お前。バトルは本気でやんねえと。勝てねえぞ。いや、強かった。ガチで勝てないと本気やらんと。魂燃やさねえと勝てねえからよ。そんな甘くねえよ。いや、かっこいい。さすが。あ、後ろのやつにも言っとけ、後ろのやつにも。後ろいるもんね。あ、後ろの。あ、後ろのやつや。てめえだよ。え？おい、逃げてんじゃねえぞ、てめえ。スーパー。コマイ配信つけてやらなくて大丈夫？コマイくんもやんなん。コマイどこ行ってんの？え、帰んの？お前逃げようとしてんだろ。お前逃げてんじゃねえよ。なんで？いや、多分さっきの奈々ちゃんとゼロワンのバトルを見て場違い感を感じて俺、おでここにいちゃいけないってなってる今。コマイさん可愛いな、コマイも。いや、負けれないぞ、本当レオに。確かに確かに、うん、そうだよ。うん、あ、荷物取りに行くのね。ああ、 OK。 だって聞いて、ちなみに、うんうん、どうぞどうぞ。この前レオと俺組んで、向こうミカママと朝比奈でやったけど、あいつ結構強かったよ。そうやろ、ほんまに。普通の4コラバトルで150K ぐらい出したから。レオって強いの？いや、あいつ強かった。強いって、横前くん。あ、そうなの。じゃ油断できんよ、多分。違う、小前奈々ちゃんが終わったタイミングでつけさせてもらいなよ。あ、そうなんや、強いんや、俺はレオ。うん、最近レオ強いわ。なんか強いよって言ってる人いるよ。え、まあ、やっぱいるやろ。まだ終わらない。いる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 。俺ちょっと一回ガチでちょっと自分の瞑想する。瞑想？意識高める。意識高める？瞑想？配送じゃないの？意識高める。配送してんじゃん。配送してるやん。配送してるやん。配送やん。マイク、あ、隣になんかいる。こんにちは。こんにちは。あ、配送してるやん。逃げた。逃げてる。逃げてるの。どこ行くの、この人。一回、荷物取りに行くんだって。荷物取りに行くの？あ、タクシー呼んでるやん。本当にタクシー呼んでるやん。うん、夜、帰ってくるの？また帰ってくるやろ、夜。なんて？なんて？無限軍に勝つためにだったよ。いやいや、俺なんか出ないだろ。準備すんなんて。だって一応ですね、もともと所属してるメンバーを差し置いて、夜配信ね。期待込めて出場させてますからね、小前さん。いや、でも、小前この前俺2回バトルしたけど、まあまあ強かったよ。スピチャレ1戦目クリアできず。うん。2戦目はまあ3万スコアぐらいやった。おー、強いね。うん、なかなか。うん、でもうちの初見さんに2連敗してた。しかも圧倒的にフルボッコにされてた。
バカにされてる？されてないでしょ？されてないよ。されるわけないじゃん。しないよ、小前。頑張れ、小前。頑張れ、小前。はい、いいよ、純か、待ちな。ベトナムの声、またね。熱い外。え、待って、ワンライブは、ゼロワン、ナナちゃん、はい、小前くん、はい、ダビで、はい、マリオ。わあ！え？何？何？なんか来た、ユニバーかなんか今来た。ギフトもらったんちゃう？あユニバー。何？お前が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 アラブの石油をビルゲッツソン・マサヨシ・ジュンコがいないとやっていけないドンチキチキチキドツンコ今夜のクイーンはあなたで決まりユニバいやだライオンライオンライオンあライオンびっくりしたライオン大好きありがとうジュンコえこの5人あとリョウガと機長わあ強いなメンツ強いなワンライブでもさリョウガと機長とあと1人誰だっけあ、ポロちゃん、ポロちゃん。あ、ポロちゃん。ポロちゃんって方か、うん。ありがとう、ジュンコ、仕事頑張ってね。でもちょっと一つ言っていい？ごめん。うん、ダビデって強いの？ダビデ強い。ダビデ強い。強い。強い。ダビデ、ワンライブカップで、うん、俺のリア友のケイスケ俺やろ。ケイちゃん、うん。ケイスケとやってたんやけど、普通に俺おらんかったら負けてた。そう？うん、しかもその前にも結構エグいバトルしてからの、ケイスケとのバトルでも普通に60万とか出てったからちょっと無限さん100万やろけど100万は出る、はい、無限さん、はい、今 ね、ちょっと油断させてるからあんまり言わないでいやそんな強くない強くないすごい弱かった、うん、あめちゃくちゃ弱かった、うん、2、3万しか出てなかったかないやでも多分ゼロワンさんが当ててくるってことはそこそこ強いってことよねやっぱある程度はいやいやそんなことないよ、まあ、いやじゃねえよ6000人はでも弱かったらしゃれだろかませ犬かませ犬ステージ合いステージ合いでも結構ガチでこちょガチで強気で来てもらえないとこっちも困るほんとそれはえ待って新八丁側は新八丁神亮太神出ないえあ神はいやマイクパフォーマンスだけ、うん、あ、うん、よかった神が バトル出たらとんでもないことになるからやばい、うん、やばいえでも待って出なくなったのまあ、バトル枠じゃないからねあの、まあ、時間がないらしくて、うん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 、だからもうやったらもうすぐ帰らなきゃいけない用事があるみたいですりょうた、しんやっちょ、しき誰ともやつ、ザッキーともやつとかともやつ、ザッキー神谷ゆう、きたぴ神谷ゆう、きたぴうんだけあと一ノ城、レオあ、レオかあ、そうそううん、おー結構ね強いの無限さん強いんですよ強いザッキーとともやつも普通に強いだから強い、うん、格上なのでちょっと、うん、ワンライブちょっとねで、神谷も確か強いよなバトル強い強い、ね、そうよな強いなんであ結構きついじゃあその前言ったら炎上系って言ったら怒られるからわっしょい系の人たちお祭り系お祭り系お騒がせ系わっしょい系の中でもそのすごいわっしょいじゃなくて、うん、すごいわっしょいは2名でしょ2名がすごいわっしょいですごいわっしょいわっしょい系はわっしょいの4校が2人、まあ、4だろだからちょいわっしょいがちょいわっしょいのバトル強い人たちが結構集まってる感じかちょい待ってちょいわっしょいか普通に強いと思うけどねいやそうなんよそれチーム気まず俺メールちょいわっしょいでちょいわっしょいいやだから俺的に新八丁四季ルイージエミタロランマル四校かだけそれはダディパチパンチやめてもろてほんまにあとまあ誰か一人この辺りで来るんかなと思ったんやけど違うんだワッショイ系ねそうスーパーワッショイ系ね、うん、スーパーワッショイ系はいランクがあんのねワッショイ系一応クロロとかは俺断ってるからやっぱある程度バトルやっぱ強い人あまあまあまあ確かに、うん、今一応してますだからちょいワッショイが集められたってことね、はい、しっかりバトルも強い人そこはあスーパーナイススーパーナイスこれ完璧やん、うん、完璧あでもワンチャンだ、バトルで言ったらナイスも呼んだってもよかったよね、ワンチャン、ゼロワンさん。だから、ブッチする可能性があるんで、そこはやっぱり、確かに、うん、だって、神谷ザッキー、ともやつとか、その辺、普通にバトル強いからね、強い、うん、そうなんだね。しかもまあ、わっしょい系かって言われたら、別にそこまでわっしょい系じゃないから、
まあまあ確かにね、まあ、ただ旅界隈やからね、言うたら。そう、ちょいわっしょい系やから。半わっしょいだ。バトル半分、わっしょい半分って感じやから。配信魂あるんで、そこら辺はやっぱり。うん、俺もわっしょい系や。そうやな、りょうたもまあどっちかっていうとちょいわっしょい系やからな。わっしょい、わっしょい系だからね。まあ俺もちょいわっしょい系やから。うん、まあ俺もそうだし。ああ。りょうたくんはなんでそっちチームなの？いや、なんかちょいわっしょい系だよ。わっしょい系なの？だって名前の由来が新やつですから。名前の由来が、あの、超、超絶わっしょいから付けられた名前やから、これ。ああ、そうなんだね。そう。なんかそういうの関連もあるよ。だから呼ばれてるよ、俺。キタピは二人強い子がいるから、その子たち次第じゃないかな。ああ、最近そうだね。そうだね。うん。うん。マリオ大丈夫なんかな、キタピとバトル。いや、いい勝負すると思うよ。マリオの枠も言うて、ちょいちょいやるときやるから。ああ。うん。まあ、ヒーロー社長とか。任せてくださいって。ダビとマリオがちょうどいいかもね、バトル相手。いいと思う。うんうん、2人は。いや、組み合わせ的には俺は結構すごいいいなと思った、バランス取れてて。ありがとうございます。マリオ君から出たい。あ、マリオからです。そうだよね。マリオ、キタピ。で、次が？で一応、両タッチを一番初めに出したかったんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとやっぱ、後ろの方の方がいいのかなと思いまして、徐々に強くなるような。はい、そういうバランス考えてます。ってことは1戦目マリオとキタピで、はい、2戦目が誰なの？2戦目が、コマイです。あ、コマイとレオか。あ、いいねいいね、はい、いいかもね。で、3戦目が、で、まあ余興を挟んで3戦目がポロと神愛です。あ、いいね、うん、はい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 、ポロと神愛で余興を挟みます。2戦ごとに余興を挟みます、はい、あ、なるほど。で、余興を挟んで、次はザッキーと、リョウガ、うん、うわ、ここもいい勝負しそうやな。ザッキーとリョウガで、機長とトモヤツと、はい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 、で、そこから、まあ、余興を挟んでリョウタッチョ、ダビデと、で、はい、藤沢七色、はい、うん、はい、で、まあ、そこがピークかもしれないですね。で、最後はまあ俺とやっちょで、いや、やばそう。なんか最大同説3万人ぐらい行きそう、両枠で。なんかやばいやろね。いや、行くと思う、うん、やばいと思うよ。バトルサミットの最終試合ぐらいまで盛り上がりそう。奈々ちゃんだけで閲覧どんだけ取れておいたって、一人で。確かに、あ、1万人ぐらい行くんやから。今日でだって普通の配信で8000人とか行くんですか。8000人、9000人呼ぶからね。9300人おったからね。だから、期待度が高いってことだね、今回。まあ、そうっす。ね。うんうん。だって、普通のトップランカーの3倍ぐらいいるからね、あなた。いや、マジでそう。普通の配信で。マジでそう。じゃあ、普通、伊達にインフルエンサーとかよりも多いからね、そうだよ、そうだよ。ヒロックとかよりも多いよね。ヒロックで6000、5、6000だろ、最近。ほら、ヒロックって YouTuber の？そう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 。この人だよね。あ、そう。広くで大体5000人ぐらいかな、アベレージが。こんないるんや。奈々ちゃんもやっぱ相当すごい、閲覧は。うん。閲覧化け物やもん、マジで。うん。確かに。バトルも強いしな、実際。実際64万出たんでしょ？うん。さっきね。普通に強いからな、64万点。うん。だって閲覧だけの人ギフト飛ばんからね、普通。そう。ああ、ただ。だから、奈々ちゃんがわっしょい系だったら、ギフト飛ばないよ。飛ばないね。でもちょっとワッショイで、ちょいワッショイで。でも半ワッショイなんだよ、あんたも。半ワッショイなんだよ。確かに。でも、ラッセルゼロワンコもそうだよ。いや、そうよ。だから、ワッショイに振り切っちゃうと、あのね、どうしても。ね、あ、すいません、コメント来てます。みんな、K だけど、両タッチョ300人ぐらい。え？ちょっともう広まないって。もうさ、そういうこと言わないでよ、お前。そういうこと書くなよ、お前。ふざけんなよ、お前。かわいそうだよ、両タが、お前。頑張ってんだよ、リョウトだって。100人の中でね、バトル頑張ってんのよ。TikTok の中のね、何十万人、俺の中のね、5% に入ってるんよ。その中の。そうだよ。ねえ。舐めてんじゃねえぞ、お前ら。本当に。まあ、みんなで協力して、うん、みんなでリスナーさん増やしましょうっていう企画ですから。そうだよ。そうだよ。はい。増えてんじゃねえよ。で、そっちの界隈の人って、バトルはどうのっていうのもあるんで、そういう障害も取り除きたいと。やっぱり、応援する素晴らしさっていうのを、やっぱ伝えたいという、向こうのね、やっぱリスナーさんにも。だから、こうなってるのを、どんどんこうしたいんですよね。
なるほどね、うん、ここに壁がやっぱあるから、TikTok をよく使用したいっていう考えってことね、うん、だからもうバトルっていうか、まあ、応援する楽しさを、やっぱりそのアンチする楽しさっていうのが目立ってるから、確かに確かに、やっぱ応援する素晴らしさっていうのはやっぱ伝わればいいなっていう、うん、素晴らしいね、いや、素晴らしいよ、やっぱその炎上の期待値とか、やらかして面白いっていうのも、それは一理あるかもしれない、刺激がね、リアルで日常にない刺激を味わえるかもしれないですけど、確かに、確かに、まあ、応援するその素晴らしさっていうのも伝われば、まあ、なんか、わっしょい系を救いたいってこと？あの、そっちのやっぱリスナーさんにも誤解されてて、実際、バトルだけやってるわけじゃなくて、いろんなエンタメとかも、ね、無限無料でしてるわけで、うんうん、いや、俺、わっしょい系じゃないね。俺はしょけじゃないよ。いや、あの、向こうの界隈からすると、例えば 俺, ううと、ね、俺とか無限とか、こってことね、うん、バトルばっかりしてつまんない、うん、あのかお前、そうじゃないよと、うん、お前脱走した犬の飼い主探す配信しよったんぞ、うん、すごかったんだけど、無限1万1000人撮ったやつ、えつら1万1000人撮った、その時コメント欄地獄、あのワンちゃん、すごかったよマジでよ、X で見たわ。そうよ。1万1000人撮ったんだけど、結局おととい。ビビった。野良犬ってこと？いや、野良犬じゃなくて、家の近所のワンちゃんが雷で脱走して、うん、で、あの、三者面談があって、娘の。で、おかんが、娘が降りてくるのを外待ってたら、前からバーってゴールデンが走ってきて、で、捕まえたんよ。バッて。で、どうしようってなった時に、車の助手席が開いとって、で、とりあえず車を一回避けなあかんと思って車に乗ったら、普通に助手席に乗ってきて、で、ちょっと助手席でこうやって座ってるんよ。怖いね。そうなんや。そう、そんで、おかんから電話で、ちょ、お前、助けてくれって言うけど、パッて外見たら、おかんの車の助手席に知らんワンちゃんがこうやってずっと乗ってんねん。へぇー。で、結局どうしようってなって、はいはいはい。で、あれ、割れ目との死、感じか。そうそうそう。で、動物病院にマイクロチップあるかどうかの確認しに行って、で、あったから、で、警察署に連れて行ってくださいって言われたんやけど、なんか、警察署に連れて行くと、その、二パターンあって、そのまま警察署に預けるか、こっちが一時引き取りの書類を書くかせなあかんらしくて。そういうふうになってんの？で、その、警察署に預けちゃったら、そのなんか、牢屋みたいなとこで、アスファルトの、うんうん、なんかそこに置いとかれるらしいから、そかわいそうやなと思って、うんうん。だから動物病院に1日預かってもらえんかって、お金払うからって言ったらいいですよって言ったんやけど、結局そのマイクロチップの、うん、あの、飼い主に連絡がついて、うん、で、迎えに来てくれて、で、引き渡せたんだけど、無事。素晴らしい。うん、あったね。こういうことか、それで無事か。そう。ね、ママにね。家から5分ぐらいのところの人やった。無限家にね、ちゃんと見つけてもらってよかったっすね。かわいかった、あの子。そうだよね、無限家にね、見つかんなかったな。うん。でもすごかったよ。水あげてますか、おばちゃん、めっちゃ湧いてた。もう2分に1回水あげてくださいって。めっちゃでかいバケツに、バケツ置いて、あの、水置いてんのに、一生そのコメント流れて、めちゃくちゃイライラしてた。いいよね、そう、おばちゃん、ね。小獣とね、いますからね。そうなんや。うん、お前らええよなっつってクーラー聞いた部屋で人に指示するだけ指示して、お前らじゃあ水持ってこいこらーって書いてめっちゃ綺麗だった。あらら、ピクショップにもそういういるんだ。え、柴田でしょ。柴田めっちゃ多いよ。いっぱいいるよ。柴田理恵って言うんだけど、めちゃくちゃいいよ。そうそう、柴田理恵さんみたいな、そのなんか小獣とおばちゃんみたいな、柴田って言ったとこで言うんだね。うん、湧き出てくるからね、やっぱそんな。そう。出るもんね。どこかしらから。水ねきな。うん。で、なんか噂によると猫増やすらしいじゃないですか、あなた。まあそうなんですけど、その前に、うん、さっきの続きですけど、はい、その、ね、バトル界隈の評価も上げたいっていうのと、逆に向こうのわっしょい系の誤解も解きたいっていうのもあります。うん、このね、バズ位置によって。やっぱりなんかいいとこもあるじゃんと。確かにね。でもしっかりエンタメできるじゃんと。すいません、ゼロさん、でもこういうの、わっしょい界隈に歩み寄る気はないよと。買って私たちの時代を認めさせるって言ってたらしい。あら、んあのこれ宣戦布告されていますよ。ああ、バトル界隈より私たちの方が強いから、これ買ったらお前らは何も言えねえだろうっつって。なるほど。はいはいはい、いうのを言ってたらしいです。なるほどね。それはあのワッショイ代表の人が。ワッショイ代表だと思います。多分。
でも誰かは言わないですけど。マンション大丈夫やばい。でも藤沢奈々倒しても藤沢奈々ってわっしょい系だから確かに証明できないけどね。確かにね。うん。なんかそれだすね今回のバトルね。うん。まあ多分それを言ってるのはわっしょい代表だと思うんだけど。はい。まあそういうことですね。はい。まあアンバサダーとしてね。そっち系ですね。はい。そっち系お願いします。無限君とわっしょい代表さんが殴り合うって言ってるね。あ、俺もそれ楽しみやな。はい、あ、違う、そっちのわっしょい代表じゃないよ、奈々ちゃん。俺らが言ってんのは。うん、女性の方のわっしょい代表ね。あ、ね、こっちはね、こっちはね。で、このわっしょいっていうのはもう8年間続いてて、ギフトもらうときにわっしょいって言うんですよ。うん。うん。その人はね、ギフリアなんですよ。あんま言いすぎたら参加しにくくなるんですよ、あの人。うん。由来がそこから来てますから。わっしょいわっしょい言ってるよね。はい。まあ、新八っちょと無限の話は、まあ、またね、ぼちぼち。あ、はい。これ面白そうで、ね、盛り上がりそう、それも。はい。いや、盛り上がると思う。これ面白い。こんだけペラ回るでしょ。実況に欲しいんだよ、無限は。いや、確かに確かに。うん。まあ、実況の仕事してましたからね。あ、本当やん。うん。実況の欲しいんだけど、やっぱりまだ弊害もあるんで、これを僕、こうしますから、ちゃんと。こういうとこまでは行きますけど。こうなるかな、ならないと思う。徐々に行く。本当？うん。まあ、あなたが言うならね。だから、ちょっと様子見といてください。今回もそうだし。わかりました。新八丁さんのね、様子ちょっと見ていただいて、温かい目で。はい。大丈夫な。いい子、根がいい子なんでね、奈々ちゃん。そうだよ。うん。ちゃんと、そういう日が来ると思います。来るかな。感謝されやすいタイプだよね。うん。安心ついてると。まあ、俺も嫌いではないけど、まあ、まあ、うん、まあ、無限の顔がね。うん、まあ、しっかり反省してますから。でも、まあ、はい、反省して、すぐはね、それは判断できないんで。まあ、あいつ反省してねえよ。あの後すぐまた X に帰ったよ。え？なんで？なんで？俺の画録のして、あの野郎。そういや、思い出したわ。イライラしてきた、また。え、ガチで、ああ、あんやろ、そういやまたすぐやってたわ、うん、やってた、ああやってたかな、思い出したわ。え、なんかあれをするからどんどん俺、うん、どんどん印象悪なんね。